はいどうも、ゆうだいです。はい、今日もね、ゆひとぼりやっていきたいと思います。はい、今日もね、選手紹介動画となっております。はい、で一応ね、昨日木曜日ということで、まあ、週刊 FP が来てたわけなんですけども、ちょっと前回のレアルのクラスレド用ちょっとがっつり動画は撮ることはできないんですけど、まあ、ちょっとだけね軽く流そうと思いますんで、まずねこちらをどうぞ。ブラジル坂が欲しいよ。デブリス。じゃ。ビビオ。ディアビーサビアリクステルっていうことでね、まあ4回引いたわけなんですけども、まあ僕的にはねサッカーが欲しかったんですけどね、まあ、サッカー当たらずっていうことで、まあその代わりまあディアビとかねマウントとか当たったんで、まあまあ悪くはなかったんじゃないでしょうか。はい、ということでね、今回もねこの4人の中のね、1人を、紹介していきたいと思います。はい、じゃあ今日はね誰やるといいと、はい、このねメイソン・マウント選手ですね。はい、メイソン・マウントということで、まあ何回か使ってみたんですけど、まあ僕いつもねデブライネ使ってるんで、まあ似たようなタイプだと思うんですけど、まあデブライネの方はねちょっとパス数値は高いんですけど、まあドリブルとかねそういうところに関しては、まあメイソン・マウントの方が結構小回りじゃないですけど意外とドリブルできる感じなんかなって思います。はい、で一応ねこれ逆圧精度最高ということで、まあ左でも右でも蹴れるということで、はい、早速ねちょっとねこのメイソンマウントをね使っていきたいと思います。はい、ということで、ね、ちょっと試合の方に移ります。はい、ということでね早速1試合目やっていきたいと思います。はい、ちょっと扇風機消します。はい、早速ねちょっと調子の方見ていきましょうか。はい、好調いいですね。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでね早速前半やっていきます。さあマウント、あ惜しい。お、来た。オッケー。いやーベンゼマナイスルーパス。さあマウント、いけるよ。さあマウント、あーくそ
さあマントいけるよ。あくそ無理か。マントくそあー無理か。あやばい。OK ナイス。はい、ということで、前半戦終わりました。まあドリブルでねチャンスメイクはできてたんで、まあとゴールとかねアシストくれば完璧ですけど、まあ後半戦ねちょっとそれ狙っていきたいと思います。はい、ということでね後半やっていきます。やば危なあマジかよ。エスパス。あーくそいいパス。あ、惜しい。いいパス出すね。ちょっと、はい、メンバー帰っていきましょうかね。さあ、ベストマウントを。ナイスポス。あ、惜しい。いいスルーパスやったね。あ、やばい。お、危な。あぶね。お、マウント？あー違う。はい、ということで、試合終わりました。1試合目ね。はい、まあドリブルとパスでねチャンスメイクはできてたんで、あとねちょっと最後ねボールダッシュからの、ゴールかアシストできるかと思ったんですけど、ちょっとミスった、まあ、僕の操作ミスかもしれないですけどちょっとミスったんで、惜しいとこまで行きましたけど、はい、とね、まあ1試合目なんでねちょっとねもう1試合行きたいと思います。はい、ということで2試合目やっていきたいと思います。うわマジで決められるかこれ。あーもったいないお、来たラッキーラッキーボール。さあマウントお願いします。あー惜しい。いいスルーパスやってんけどな。お、アウト。マウント。あーくそ。おー、惜しい。
はい、ということで前半終わりました。まあちょっとね、あの1本いいスルーパスあったんですけど、ちょっとなかなか見せ場がないということで、ちょっと後半戦もね、ちょっと頑張ってメイソン・マウントのいいところ出していきたいなと思います。ベンゼマー、惜しい。はい、ということでちょっとメンバー変えていきますね。いやーちょっと硬い試合になってるなこれ。おっ、エンドベレ、あーあー、あかん、あーどこ蹴ってんね。お、ナイス。マント、あーくそ、あー終わったか。はい、ということで、2試合目に終わって、まあ結構なかなか硬い試合になっちゃって、あんまり活躍できるところはなかったんですけど、まあ場面場面でいいところは出たから、パスとかは。はい、ということでちょっとゲームプランの方に戻りますね。はい、ということで、ゲームプラン画面まで戻ってきました。はい、まあ、あの2試合使ってみたんですけど、まあまあ、あのパスとかね、ドリブルとかはいい感じに、やってくれたと思います。まあスルーパスとかね、ノールックパスとか、あのスキルはついてるんで、ちょっとデブライネに比べたら、ちょっと見劣りはするかもしれないですけど、まあ、あのデブライネね、持ってない方とかおれば、持ってなくて、かつ、まあ、メイソンマウント持ってる、このね、FP のメイソンマウント持ってるって方やったら、全然、普通に僕はね、画質、ガチスカでも、ありなんじゃないかなって思います。うん、ドリブル数値もデブライネより高いんで、はい。ということで、今回はね、メイソンマウントの動画やってきました。まあ、またね、これ見て、ちょっとね、使ってみようかなって思っていただけると幸いです。はい、ということで、これで終わりたいと思います。またね、動画出していきたいと思うので、チャンネル登録ねの方よろしくお願いいたします。ではでは。